ーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーの代表の篠崎です。ルイボスティー。今日は概要欄にあるメールアドレスに質問をいただきましたのでお答えしたいと思います。質問の内容は、美容学生さんで就職先に迷っていますという質問でした。で、具体的にはどういうことかっていうと、その質問内容的には都内とかっていう感じじゃないんですけど、要するにこうものすごくこう繁華街というかね、この辺で言えば都内のサロンの有名なところで働く方がいいのか、または地方の頑張っているサロンで働いた方がいいのかっていうような質問だったんですね。まず就職先を決めるときに大前提として考えなければいけないことがいくつかあります。それはですね、一番考えてほしいのは、美容師は若い時だけの仕事ではないということなんですよ。 YouTube とか Instagram とか、美容師の仕事が見れたりするところ、 SNS がたくさんあるじゃないですか。よーく見てください。若い人ばっかですよね。40代になってくるともうほとんどいないと思うんですよ。そういうことをやってる美容師さんはだいたい20代30代の方たちだと思います。若くて綺麗な時だけじゃないんですよ、仕事って。40代後半になっても仕事してるし、仕事がある状態になっていなきゃいけないんですね。それには自分がどういうところに就職したらいいのかっていうのを考えた方がいいと思うんです。まず私がおすすめするのは、美容学生というか、こう美容学生ですとか美容師になりたいですとかっていうことを言わない状態、いろんな美容室にお客様として行ってみて、私はこういう美容師になりたいっていう美容師さんを見つけるべきだと思うんですね。その美容師さんがいる美容室に就職するのが一番いいと思うんですよ。だって憧れの人もいるわけだし、じゃあその人がどういうふうに勉強してどういうふうに、自分を高めてるかっていうのも分かるわけだし、それが都内であれば都内がいいと思います。それが地方のサロンだったら地方がいいと思います。さらにそういう美容師さんを見つけたい、かつ福利厚生がちゃんとしてるかっていうことも大切だと思うんですね。ただその福利厚生っていうのは、今も話した通り、福利厚生ありきの美容室ではなくて、自分がなりたい美容師像、自分が行きたい美容室があって、かつ福利厚生っていうことだと思うんですよね。本当に美容学生さんには申し訳ないんですけど、その給料がね、こういくら以上じゃないとこう難しいとか、週休2日じゃないと難しいとか、社会保険がないと私は無理ですとか、働く時間が長きゃ無理ですとか、いろいろこうあると思うんですけど、それありきで美容室を探すのは間違っていると思うんですね。自分がどういう美容師になりたいのか、そういう美容師さんがいる美容室に就職するということが大事だと思います。最後になるんですけれども、 YouTube とか Instagram とかに出てる若くてかっこいい美容師さん、カリスマって言われてる方たちですけど、その方が例えばいるサロンがあるじゃないですか。その方がいるサロンに就職できたからといって、あなたがカリスマになれるわけじゃないんですよ。逆にですね、地方で頑張っているサロン、頑張ってないサロンは話にならないんですけど、地方で頑張っているサロンにめちゃくちゃ努力してカリスマの方もいらっしゃるんですね。志次第だと思うんですよ。そういうカリスマさんたちがいっぱいいる中で、俺は同じようにカリスマになるんだって言ってめちゃくちゃな努力をして、なった、これはもう素晴らしいことだと思うんですよね。ただですね、その志を持ってるんだったらば、
地方のサロンに行っても多分同じようにカリスマになれるんですよね。数字とか人数とかこう担当人数とかっていうのはいろいろ違うと、売り上げとかは違うとは思いますけど、地方は地方内のカルチャーがあって、このくらい行けば、まあ、素晴らしい美容師でしょうっていうところがあるんですよ。で、僕の専門の同期でですね、仲良くしてる、まあ、3人っていうかね、まあ、ちょくちょくこう、連絡をちょくちょく密に取り合ってるわけではないんですけど、その中の一人は新美容とかに、連載持ったりとかするもう技術派でものすごい方なんですけども、この子も別に都内の有名なサロンで働いてるわけではないです。でもう一人は女の子なんですけど、まあ、もう40代になったんですが、僕の地元熊谷なんですけど、熊谷って駅からちょっと離れるともう本当にもう田舎 でそういったもう駅からかなり離れたところのサロンでもう月間300人とかいう指名数を集めて、もうめちゃくちゃカリスマな子がいたんですね。そういうその子も都内で働いたことはないんですけど、志があるからカリスマになれるんですよ。要するにね、自分の志次第なんですよ。カリスマがいっぱいいて若くてかっこいいって言ってはいって言って自分がそういうふうになれるかって言ったら大間違いだし、こっちの方がめちゃくちゃ厳しいし、むしろ地方で頑張ってるサロンに行って僕はそこで一番、かっこいい美容師になりたい、一番売れる美容師になりたい、私は一番、人のことを親身になって考えられる美容師になりたいって志を持ってれば必ず絶対になります。その代わりめちゃくちゃな努力をした人だけです。これはカリスマがいっぱいいるサロンに行っても町に行っても同じです。同じような努力をしないとどっちでもカリスマにはなれないんですよね。自分の志次第で自分の未来は作られるし、そしてその未来っていうのは若い時だけじゃないっていうのを、片隅に置いて、まず自分がお客様として美容室に行ってこういう美容師になりたい、こういう美容師さんに私が憧れてるっていうような感じの美容師さんを見つけたら、そういったところを就職先として探してみる、福利厚生を見てみるっていう、あまりにもね、もうどう考えても時代とそぐわないでしょっていうブラックなところに就職しても自分がきついだけだし、ある程度ね、社会保険週休2日っていうのがまあベースになってくると思うんですけど、そこはクリアしてないとダメかなって僕も思いますけど、かといってそれをありきで美容師を探すっていうのも間違ってると思う。まずは自分がどういう美容師になりたいか、そこをしっかり決めて、若い時だけの仕事じゃないっていうのをしっかり頭に置いて、そして就職先を探していただきたいなっていうふうに思います。少し参考になったでしょうか。あなたの志次第で未来は作られます。ぜひいい就職先と巡り合うことを応援しています。それでは今日はこの辺で失礼します。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。いただいた質問は、私なりに誠意を持ってしっかり答えさせていただきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録、心温まるグッドマック、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。